毎度え星チューブチャンネル登録2000人おめでとうございます一人でやってても盛り上がらんね、えーえ2000人いきましたえー別に2000という数字にねえー何かしら意味というかね何もないですね1000人の時とは違いますあーまあちょっとだけ振り返ってみようかな まああのーまあ、この YouTube ね始めたんは別に大した目標もなかったんですよね最初は。あのーまあ、上げてみたらどんな感じかなぐらいの感じで、まあ、最初はモデルガン売ってる短い動画とかアップしてみたりとかねしてもちろん大したことないんであまあこんなもんかとね。なので最初からそんなにねこれはもっとこう見てくれる人が多くなるんじゃないかと思って。 こう最初かかかから力を入れるとということはなかななできなかったですただ続けた、まあ、まあ理由というかね一つのあれとしてはまあ最初にやってたモデルがなくてあっという間にまあその時のブームっていう感じであっという間に飽きちゃったんで今全く触ってないですよね。で逆に言うと普段のサバゲとかでこの部屋のね装備紹介とか。 そういうやつは結構持続して続けれるなっていう。まあ、サバゲどうかなんかね、行ったら必ずね、あの、撮影すればネタとしては出てくるんで、サバゲに行けばネタはなくならんっていうことで、まあ、おかげで、えー、毎日アップさせてもらってます。このやり方が正しいのかもうよくわかんないですね。まあ、あのー、 だから最初はねスロースタートでねそんなに、あのー、やり方も分かってないですしどういう風にすれば多くの人が見てもらえるのかとかも分からずにまあまあ始めてまあ徐々に改善されて、まあ、新しくカメラ買ったりとかね今は GoPro メインで使ってますけどそういう,うにこうにちょっと変わってきて徐々に数字が良くなったんですけど まあ、千人にはなかなか行かなかったイメージです。千人行くのに結局何年かかったのかなまあ、3年か4年ぐらいかかってるでもそんな長いことやってたから <laughs> とにかくね、千人になったのは2年、ちょうど2年ぐらい前です。で、もう千人増やすのに結局2年かかりました。ね。これはペース遅いね。千人まで行った割には、その後は正直言ってそんなにハイペースではないです。 まあそこには何か僕のやってることはねあんまり変わってないカメラも変えてないし編集技術が上がもう変化なしだから何かねこう新たに取り組んでないのが僕のダメなところかなと新しいカメラを導入しない一つの理由としてはねもちろん予算の問題もありますありますけどこれスマホでやってるんで 新しいカメラ買ってスマホで編集できなかったらどうしようという恐怖があります。ね。なので、ちょいちょい新しいカメラね、安いの買ったりとか中古で買ったりとかしてるんですけど、あんまりね、あの、活用してないです。まあ、まあまあ今後、また何か条件が変わればね、えー、まあいつまでもこのままやっとく、続ける以上はね、 特にサバゲ動画は何かこう変化というかね今はね、えー、今やってるのはねイベント用のカメラですイベント用のカメラがやっぱりちょっとね不具合がねこの間の今、えー、編集してる最中のねブラナム石川県のブラックボアでやったねナム戦のゲームですけどあれのねやっぱカメラトラブルがねやっぱあったんですよね途中まで 撮れててんのにななぜかか途中から止まってるみたいなねがちょっとあったんで、まあ、大半まあ9割取れてるんですけどちょっとやっぱりもうん,このかん,うんまあねあの手持ちのカメラがある分だけちょっとギリセーフかなとかねいろいろ思うんですけどその瞬間はまさかメインの方が取れてないと思ってないんでねこっちのカメラの向きを変えたりとかねそういうことはできないんで。 ねえ、スイッチ落ちるときに GoPro とかだとスイッチ落ちる PPU やけど、まあ、設定、<laughs> 使いこなせてないっていう問題点もあるかと思いますね。まあまあ、ええー、ちょっとね、日々改善していきたいと思います。まあまあ、その辺は、ええー、でいいかなと。で、おしナムです。ね、おしナム。押しナムの。 まあ告知って言うと変ですけどもう今更ねもう1週間切ってますから告知もクソもないですけどまあもちろんね参加人数のキャパシティには全然余裕があるんでまあそんなに集まってないとも言えますけどえもしね急に来れるってなった方はあの全然来てもらってあの歓迎なんでまあ事前に何かしらの方法で連絡してもらえればインスタでもフェイスブックでも。 えーね、YouTube のコメント欄からでもいいんで、あこの人が来るんやなっていうことが分かれば、あと、まあ、後日来られたときに、あこの人ですねっていうふうに分かるようにしていただければ、あとは、現地で、えー、個人情報というかね、えー、一筆書いてもらいますんで、えー、それでいいかなと思います。えー、まあ、あとは、そうやな。 まあ前回のね、普通の定例会の時にエリアハイランドに行くとですね、えっと、ちょっとこれ僕もびっくりしたんですけど、え、地元のね、林業の方が結構気を切り出してたんですよね。で、その作業をされてたんで、もうフィールドの中にユンボウが置いてあったりとか、切った後の木材が山積みにしてあったりだとか、そういうことがあったんで、いや、このままではちょっと、 えと作業終わってもらえないかなと思ったんですけど、まあ、昨日ちょっと時間あったんで、フィールドの方行って、えー、多少ちょっとね、えー、整備というかね、まあほんまにちょっとですけど、やりに行ったんですけど、えー、まあほぼほぼ作業は終わられてて、多分今週中には作業の方は撤収されると思います。ただ、作業自体がもう完全に終わってても、 ちょっとね、今までエリアハランドをご存知の方からすると、え、何これっていう感じにはなってるかもしれないです。フィールドはもちろん使います。えー、そう、そういう人たちとの、この、なんていうんですか、折り合いの中でお借りしてるフィールドなんで、えー、安心して遊ぶことができます。ただ、今までとはちょっと違う。例えば、 切った後の枝、ね、がそのまま放置してあったりだとかユンボ動いた後に土ほじくり返して結構ドロドロになってるとこがあったりだとか正直言ってちょっとコンディション的には現状良くないのかなっていう部分もあります。セーーフティーゾーンもねね結構ちょっっとととと泥の多いとこがあったりとかして天気予報を見ると、ねえー 今日は雨、月曜日でね、雨ですけど、この後ずっと天気いいんで、まあ、これ以上コンディション悪くなることはないかなと。で、セーフティーゾーンもあんまりなところはちょっと軽く整備してもらっては出てもらえるようになるんじゃないかなと思ってます。あとはね、ゲーム内容はね、まあ、フィールドの都合というのもあるんで、できることは限られます。で、本当やったらね、また、 ルール説明とかねいろいろしてもよかったんですけど僕の方にはよかったらもう一回ルール説明しようかなまあ基本的にはどこでもやってるようなヒストリカルゲーム形式のルールでやります基本まずは米軍側と北ベトナム側に分かれて装備で、えー、チーム分けでまあ普通のフラッグ戦みたいなものとは違いますし、えー ね、戦力比も人数が合ってる合ってへんにかかわらずね均等ではないんで、えー、その都度何かしらルールを例えば北ベトナムの方が人数が少ないと復活をしやすくするとか、えー、で今度はそのルールやと北ベトナムの方が強いなってなるとちょっと復活の仕方にもう一手間加えてくださいっていうか段数制限をするか。 弾数制限か。あんまり考えてなかったな。まあ、緩くね、200発ぐらいでお願いしますみたいな。俺、あんまりいつも考えてへんけどな。まあ、スプリング球団推奨ね。スプリング球団でやってもらえると、まあまあ、よりいいかな。うん、まあ、その辺がね、人数少ない方の北のベトナム軍がどこまで守ってもらった方がいいのか。 えね、戦力バランスも考えてそこも弾数制限とかもちょっとそのパワーバランスを合わせるためにちょっと、あのー、こういうふうにしてくださいねとか、まあ、人数の多い米軍側はセミオートでしか打っちゃダメですよ米、えー、北ベトナム軍の方はもうフルオートで OK ですよとか、まあ、力の差がなかったらもう両方フルオート OK ですよとかまあいろいろちょっとね、あのー、その場で考えてルールは変えるかもしれないです。 あとは、うん、まあ、シナリオ的なものをね、考えるっていうのもなかなか難しいんで、一ゲーム一ゲームにまたなんかこう、作戦というか、こう、目標みたいなものをね、このポイントまで行ってくださいとか、えー、何か仕掛けを作れたらな、いいかなと思います。そんなとこかな。あとはね、ミュールです。<laughs> ミュールがね、 正直、まだ搬入できてないです。えー、修理は終わって、えー、動くらしいんですが、僕はまだ物を見れてないです。乗ってないです。ね。えー、今週中に搬入されるのか、それとももう、最悪当日かもしれないですけど、とにかく何としてでも、えー、まあ、搬入してくれと、これがね、あの、他人任せやからダメなんですよね。自分で全部やってりゃ、そんなことも言うてられないんで、自分でいい。 ねするんですけど、えー、そこがちょっとなかなかね条件が僕も良くないというかねあの乗り物を管理するにあたってちょっと足りてない部分なんでちょっと、えー、人を頼ざらざるを得ないっていうところでねこう融う図かない部分あります。えー、なんですけどまあ何としてもこのおしなむ今回のおしなむには間に合わせてくれということでなんとかなりそうなんでまあ うん、あったらラッキーぐらい思ってください <laughs> ねできれば三ロに乗って遊べることを僕自身期待していますその方かな、まあ、まあ2,000人だったんで次3,000人になるのがいつになりますかねだから目標としてはえー、っと2,000人から2,000人なのに2年かかったんで次は2年かかったんじゃまずいなってことで うーんちょうど1年後に3000人にするっていうのはちょっとあれやから、来年度、<laughs> くさいな。まあ要は1年半後ぐらいに、えー、3000人を目標に行こうかな。それぐらいならなんとかなるんじゃないでしょうか。目標は高すぎず低すぎずってことでね。 じゃあ、これからもよろしくお願いします。ではでは。